1459年のモラビアの紋章。モラビアの君主は9世紀以降が知られている。君主の一覧では、王国の中核であった9世紀から最終的に、ボヘミア国王に服属することが明白になった1611年までのモラビアの領域において、封建的に育まれた君主をも含む。封建的な育みは、その形成や年代順に選び出された君主に則っ,った。 形で位置づけられている。初期のモラビアはサモの国の構成部を成していた。822年にモラビアはチェコ、スロバキア、ハンガリー及びシレジアの一部の領域をも含む大モラビアの中核となった。王国を統治したのはスラブ人の家系であるモイミール家である。しかし、旧世紀末に内乱に陥り、907年のマジャール人侵入後に、 王国は崩壊した。十世紀前半のモラビアは、チェコ人諸公とマジャール人の干渉地帯となった。おそらくは、その地域諸公は存在したであろうが、名前は知られてはいない。十世紀後半にモラビアは、ボヘミアのプシェミスル朝の支配下に置かれかつ、ボレスラフ一世三国公によって、ボヘミアに併合された。千三年にモラビアは、ポーランド国王ボレスラフ一世勇敢王によって、 占領された。モラビアは1019年までポーランドの支配下に置かれたが、その間、オルドジフはモラビアを奪還することができなかった。1054年に、ボヘミア公ブジェチスラフ一世は、年長の者がプラハを統治し、年少の者がモラビアを相続して、年長の公に服従すべきであると決めた。これに従う形で、ブジェチスラフ一世の長子である。 スピチフニエフ2世が1055年にボヘミア港の位についた。モラビアはブジェチスラフ1世の次男、三男が互いに二つに分けることで相続した。ブラチスラフ2世はオロモーツの支配者としてのモラビアの一部をコンラード1世はその残りをブルノの支配者としてそれぞれ相続した。後にズノイも広告が分離した。スバトプルク没後に ウルノ公国はブラジスラフが統治するところのモラビア編境博領に編入された。1200、1201年にオロモーツ公国はモラビア編境博、ブラジスラフの領域に編入された。1197年にズノイモ公国はモラビア編境博、ブラジスラフの領域に編入された。1182年に新生ローマ皇帝フリードリヒ一世、赤ひげ王は モラビア編境博の称号を設けて3つのモラビアの広告を統一したボヘミア公コンラード2世に授けた。1212 12年に皇帝フリードリヒ2世が発布したシチリアの金印直書に従って、ボヘミア王をおたかる1世の弟であるモラビア編境博ブラジスラフに一連の特権が与えられた。ボヘミア王の報道としてのモラビア編境博領は、 相続人がいない場合には死後に国王に返還されることになった。1611年にマティアスはモラビア編教博の称号をボヘミア王の名に組み入れた。ありがとうございます。